魂と魂は無敵っす。どんな障害も超えるっす。思いは求め合い、やがて巡り合うっす。心は舞い上がり、空を飛んでいけるっす。気合が入ってるな。頑張れよ。鹿島大花火大会は今度の土曜だからな。分かってるか？誘いたいならそろそろ声かけないと。やっぱり女の子は花なんだ。よし、花だ花だ、花を買おう。店長、花について教えてほしいっす。でとっても使いやすいの。グリーンの次にオアシスに刺せば他の花材もいい感じだよ。黄色の小花だったらミモザもいいかな。
私またおかしなこと言ってた？でへ、あのね、孫悟空、さっきカフェで私が言ってたこともおかしかったのかな、やっぱり。本当に大切なものは目に見えないっていうの知ってる？でもね、私には見えたよ。イエン・モックスさんの返事を見たとき、そう感じたもん。本当に大切なものは目に見えないって言うけど、本当に大切なものに出会ったとき、目に見えた気がするよ。でも、それっておかしいのかな？自信がついちゃうな。てへよーし、これからもっともっとホームページのレポート頑張っちゃうんだ。じゃあね、翔吾くん、バイバーイ。
そう、それはよかったね、ミフちゃん。いらっしゃい。今日は午後から。バイトでしょ。マグロは何かな。デートマニュアルでも熟読中かな。ねえ翔吾くん、聞いて。また増えたの。今度はもっとすごいんだ。花の王子様っていう人なんだ。あとね、他にもあったよ。イエンモックスさんでしょ、タケムニバーガーさん、フジショップのトップさん。花の王子様にとっても感激なの。花の王子様って名前、ほら昨日話したでしょ。あれが書いてある物語のタイトル、それをもじったものだよ。飛行機乗りの残した物語ね。本当に大切なものはないよね。そんなフレーズが有名だよね。なのか。それは素晴らしいね。え、てへ、そうかな。素晴らしい感性だよ。もしかするとミフちゃんのその感性は、その花の王子様っていう人と近いのかもしれないね。え、感性？うん、物事に感じるイマジネーションが似ているのかもしれないよ。同じようなものを知ってたり、同じようなことを感じて考えたりしてる。だからその人はミクちゃんのホームページで巡り会えたし、花と童話が好きなミクちゃんのために花の王子様という名前を選んだのかもしれないね。そうかな。そうなのか。そうだと嬉しいな。てへ、きっとそうなんだ。うん、そうだといいね。道ぐらい覚えろよ。うん、次から一人で勝手にここまで来いよ。お、トビーいらっしゃい。タマちゃんもよく来たね。ういっす。え、ひださん。ああ、ミフ、ひださん、ひださん、あのね、翔吾さん、こんにちは。お料理作る人さん、こんにちは。こんにちは。
これよかったじゃんか、ユフ。うん。だからね、もしかするとインターネットの世界は夜眺める星空ってことで、花の王子様はあの星に咲いているあの花ってことなの。ふん、可能性としてはあるかもな。まあ俺には思うだけの花も惑星もいらねえけどな。あの二人仲がいいみたいだね。ショウ、オーダーは？はい、ショーゴ。ここ座っていい？私そんな暇人じゃないよ。それに私って動物にはとっても優しく接する主婦なの。ねえワン。